北用熱発電所は南アフリカ共和国北西部の北ケープ州に設置されている太陽光を熱源として発電を行う施設の一つである。すでに他の形式の太陽熱発電所ならば、例えばボクポット太陽熱発電所のように同じ北ケープ州にですら開業していたものの、タワー型の太陽熱発電所としては当施設がアフリカで初めてである。 また、蓄熱装置も備えており、出力を絞ればといった条件はつくものの、太陽熱だけで24時間発電し続けることも可能な施設と謳われており、実際に24時間発電し続けた実績も持つ、気体陽熱発電所を長官した写真、2016年10月に撮影。気体陽熱発電所は、ウピングトン付近に位置しており、敷地面積は、 1> 約1.4平方キロメートルである。ここに4000枚以上のヘリオスタットと呼ばれる太陽光を反射するための可動橋が設置されている。ヘリオスタットの鏡の面積の合計は約57万6800平方メートルに達する。敷地の中央部には就航タワーが建てられており、その高さは205メートルに及び、この就航タワーの最上部に ヘリオスタットによって反射された太陽光を受けて加熱される部分が存在する。発電所の敷地内に設置されている全てのヘリオスタットは常に集航タワーの最上部に鏡で受けた太陽光を反射するように太陽を追尾して動いている。この結果、最高で摂氏530度にまで水蒸気の加熱が可能であり、それを集光タワー内に設置してある。 蒸気タービンに送り込んで気力発電を行っている。出力は50メガワットである。複水器は空冷方式であり、就航タワーに取り付けられた放熱板に自然の風が当たることで排熱を行って水蒸気を液体の水に戻している。気体用熱発電所には蓄熱装置も設けられており、就航タワーで加熱された水蒸気を使って蓄熱装置も温めている。 このように蓄熱装置を備えていることによって、この施設を運用しているアベンゴアソラール社は、気体用熱発電所は、太陽のエネルギーだけで24時間稼働することが、可能なタワー型の太陽熱発電所であると主張しているものの、24時間稼働し続ける場合、夜間は出力を絞らなければならず、もしも最大出力で発電した場合には2時間しか、 発電を続けられない程度の蓄熱装置である。機体用熱発電所の建設計画を進めたのは、スペイン企業のアウェン・オア・ソラール社である。ところで、同社は、スペイン南西部セビーリャ県のサン・ルーカル・ラ・マイオルに、タワー型の太陽熱発電所としては、世界で初めて商業運転を行った2007年3月30日に、 開業のプランタソラール10とその改良型で2009年に開業したプランタソラール20を持っている。機体用熱発電所はこれら2つのタワー型の太陽熱発電所の発展型として計画が立てられていった。機体用熱発電所は2012年11月に建設が開始された。ところが建設中の2014年11月に クレーンが倒壊したことによって二人が死亡し七人が負傷する事故が発生した。この事故は機体用熱発電所の開業が予定より14ヶ月も遅れた大きな原因となった。そんな中、2015年11月に資金繰りが悪化したアベンゴアソラール社の破産手続きが開始された。この時アベンゴアソラール社は機体用熱発電所を売却しようとした。それでも インダストリアルデベロップメントコーポレーションや気体用熱発電所が立地している地域からの融資によって建設は続行された。こうして2016年2月に気体用熱発電所は運転を開始した。これにより気体用熱発電所はアフリカで初めて開設されたタワー型の太陽熱発電所となった。気体用熱発電所の公式な所有者は カイソーラーワン対リミテッドである。このカイソーラーワン対リミテッドは、アベンゴアソラール社が51%、インダストリアルデベロップメントコーポレーションが29%、カイコミュニティトラストが20%出資して、設立された。2016年12月27日に、アベンゴアソラール社は、プロビナネルアクセプタンスサーティフィケートを受けることができて、一応存続しており、 アベンゴアソラール社が、気体用熱発電所の運転とメンテナンスを受け負っている。なお、気体用熱発電所で生み出された電力は、エスカム社へと20年間にわたって売電されることになっている。2016年初旬の発電実績として、気体用熱発電所は24時間連続して発電し続けることに成功した。ウッピングトンにはナミビアへと抜ける鉄道が、敷設されている。 他にオレンジ側の流域に近い場所でもあり、乾燥地帯ながらオレンジ側付近では、考えを行って、農業も行っている地域である。排熱などせずに、水蒸気のままでも良いように思えるかもしれない。しかし、蒸気タービンを回転させる仕事をした、水蒸気の圧力を効率よく上げるためには、21世紀初頭現在に実用化されている技術では、水蒸気を 液体の水に戻す、すなわち、腹水の工程が必要とされている。abcdef デリング・ザ・シークレッツオブ・カイソーラー・ワン・ハット。abc ゾノは、ツベタミラ、アベンゴア・ハンズ・オーバー。五十メガワット、csp プラントイン、s アフリカ www。r n e w a b l e s n o w com。 リニューウェブルズナウ、w 2017年2月6日閲覧アベンゴアローズ24アワーオペレーションオブエスアフリカンソーラータワーシーニズリニューウェブルズ RENEWABLES.SEENEWS.COM 2016年5月25日閲覧イナウグラダ EN ソンルーカーウナプランタソーラークプリデューシラエネルギアパラーペーストサー エレトーダ・セビーリャ。エルペイズ・ S。2007年3月31日閲覧。アベンゴア・ソーラー・プツ・イッツ・ p s 20ソーラー、タワー・イントゥ・オペレーション。スパニッシュ・ニュース。2012年3月20日閲覧。CSP ・ワールド・ツー・キルド・アンド・ナナ・インジャード・イン・アン・アクシデント・アット・アベンゴア・ SCSP ・プラント・アンダー・コンストラクション・イン・サウス・アフリカ。 CSP ワールド2016年5月25日、閲覧。マグコバ、スペノクル2、デッドフォークリティカルインア・ピントン・クレーン・コラプス。www.enca.com2016 年5月25日、閲覧。アップデートサン・スペインエス、アベンゴア・スターツ・インスルバンシー・プロシーディングス、シェアーズ・ダイブ。ロイター、https。 w w w r o i t e r c o m アーティクルアベンゴアゴンバリアイダスル8 n 13K16 バイト201511252016年5月25日閲覧ザステートオブリニューアブルエネルギー SA シティプレス2016年5月25日閲覧,日閲覧クソインサウスアフリカありがとうございます